今回研究させていただきたいのは何に関してかというと、15日にですね、ロシア西部、これはウクライナの国境近くにある、ところですね、ベルゴロド州の、ロシア軍の、ね、訓練施設で、起きた銃乱射事件、これによって、11名が亡くなり、15人が負傷した、と、まあ、ロシア当局が発表しているわけですけど、この犯人はですね、イスラム教徒ということでイスラム教を、浄化に侮辱され、それに対しての報復として、銃を乱射して、ということであります。ロシアでなぜイスラム教徒なのかというふうに、ね、感じられる方も結構いらっしゃるかなって感じはするんだけど、今回ね、解説させていただきたいと思います。今までロシア人ということで、まあ、数多くね、ロシア人に関しても出会ってきて交流してきました。で、その中で、ね、白系、いわゆる白系ロシア人、白系ロシア人以外にも、通常のね、まあ、あのいろんなね、人々が、まあ、民族がいるんですけど、その中でイスラム教徒もロシア、連邦の中にいます。ソ連だったこと、ソ連だったんだけど、旧ソ連で考えたら、中央アジアの国々ですね、中央アジアの国々、タジキスタン、トルクメニスタン、キルギスとか、あとは、ウズベキスタン、ナイナニスタンと疲れてるところは、まあ、基本的にはイスラム教徒の国です。なので、そのイスラムの国々の人が多いわけです。ソ連の中でも多かったんだけど、その時に移住して、まあ、ロシア国籍を得た人もいれば、もともとその今の現在のロシア連邦内ということでいるタタール人なんか結構今最大の勢力を持ってるんだけど、私はタタール人なんかもね、今まで会ってきて交流もしてきたんだけど、タタール人であるとかね、もしくは、北コーカサスにある、これはまあ歴史的な背景があってね、まあ、イスラムに改宗したっていう人が多いんだけど、北、コーカサスのアディゲ人とかバルガル人ですね、ノガイ人、あとはチェチェン、有名ですよね。チェチェン紛争で有名なチェチェンなんかもそうです。チェチェン人とかね、チェルケフ人、イングーシ人、ガバルタ人ですね、カラチャイ人、タゲスタンの民族で、あとは、ボルガー川、中流域のタタール人ね、バシキル人で占められているということで、特にこのタタール人に関してはですね、このロシア連邦内で、まあ、人口も多くて、ロシア国内において結構非、いわゆるその白系ロシア人以外で、まあ、力を持っていると言われているんだけど、実際私はこれね、旧ソ連の、モンテネグロ行った時、首都のポトポリッサでね、出会った、彼なんですけど、同じ部屋でね、この彼と同じ部屋だったんだけど、朝になるとね、まあ、ロシアから来た、アフロロシアって感じで言ってね、で、ロシアから来たと言ったけど、ちょっとやっぱ普通の白系ロシア人とはやっぱり顔が違うんですね。で、自分はまあタタール人と言ってたんですけど、で朝いきなり5時ぐらいだったかな、なんていうかちょっと忘れちゃった、日が昇る前ぐらいの時に起きて、で、メッカの方向に向けてね、頭を下げてるんですね。まあ、かなりだから敬虔なイスラム教徒だなって思ったんです。これ例えば私自身が、まあ、今までイスラムの国々ということで中東に関しては4カ国ですね、ドバイ、カタール、オマーン、バーレンなど行き、そして、トルコも行きました。トルコなどは割と寛容な国だしね。で、一応旧ユーゴスラビアの中にも、まあ、オスマントルコ時代の、ね、名残もあって、コソボ紛争ではコソボなんかもね、一応イスラムの国なんです。アルバニアは無宗、まあ、今は無宗教に近い状態、共産社会主義が進んだ時ってね、まあ、ほぼ、まあ、宗教がないような状態ではあるんだけど、一応、まああのね、イスラムの人々もいたりする中で、結構このイスラムというか北アフリカなんかも結構いますけど、イスラムの人口って多かったですね、中央アジアということでね。そこでこのロシアにおけるイスラムの人々もいるのも事実であって、まあ国によってね、やはりそのイスラムが厳しくないってあったりするんですけど、やはりそのロシア国内でイスラムの人々結構やっぱりね、キリストを保っているのかなって思います。ロシア連邦ということで、もちろんイスラムに対しては寛容です。これはロシア連邦ということで、さまざまな民族や宗教があって、ここに関してはかなり寛容だなっていうのは私自身もいろいろ聞いてね、実感したんですけど、今回、このところでね、起こったのがイスラム教徒ということで、志願兵として、まあ、いわゆる旧ソ連構成国ですね、まあ、旧ソ連の構成国に関しては中央アジア以外全て訪問しました。これはロシア、ウクライナ、ベラルーシですね、モルドバ、そしてドニエスト共和国という親ロ派が牛耳っている国々、そしてバルト三国、北からエストニア、ラトビア、リトアニア、
そういった国々を、あとはジョージアね、アルメニア、アゼルバイジャンなどを訪れていく中で、中央アジアに関してはね、来年訪問します。そこで、イスラムの国々だったということ、まあ、現地でも発信していきたいと思ってるんだけど、やはりその、タジキスタン人ということで、私タジキスタン人もね、会ったことがあって、まあ、交流したことは、この動画でもね、以前なんね、出ていただいてるんだけど、結構タジキスタン人なんかはやっぱり敬虔な感じの、ね、イスラム教徒だなって感じはしました。ただまあ朝起きた時にそのメッカの方向に向けてはやってなかったんだけど、結構やっぱ中央アジアのね、国々の中でもまあ敬虔なイスラム教徒が多いかなって感じはします。まあ、イスラム教ということで、例えばトルクメニスタンなんかだと、まあ、いわゆるキリスト教徒の、ね、白人に向けて発砲事件なんかもあってね、銃乱射事件なんかもあって、まあ、殺害されるという事件があって、ちょっとあんまりね治安がトルクメニスタンあたりはあんまり良くなかったりするんですけど、そこのところでね、まあ、イスラムの国ということで、アフガニスタンなんかちょっと危ないですけど、ね、まあ、いずれアフガニスタンなんかも行こうとは思ってるんだけど、ウクライナ含めてね、とにかく、まあ、イスラムの国という世界を見てみると、旧ソ連の構成国の中ではね、結構の数が住んでるのかなって感じはします。なので、このいわゆるイスラムをバカにされるアッラーは、まあ、これは聖戦だと述べて、アッラーは臆病だとね、自分たちが信仰している神と崇めている人に対してね、アッラーは臆病だと述べたこと、これによってまあイスラム教を侮辱されたとね、発言をされて、これに対し怒って、そこで射撃場でイスラムの教徒の兵士らが上空に向けて発砲、これはタジキスタン出身の3人、そのイスラム教徒は、まあ、逃げてくれと言って、そこからいわゆるイスラム教徒じゃない人々に対して、銃を乱射してということで、まあ、被害が出たということです。まあ、非常に難しいですね、この宗教観の問題ということで、やはり、まあ、言ってはならないことってやっぱあると思うんですね。まあ、この同じく戦う身でありながらというのであれば、私はこの上官が、まあ、言ってはならないことを言ったかなと思うんだけど、非常にこの宗教観の争いって非常に難しいかなと思うところです。そして新しく情報ということで、キルギスがロシアに介入要請ということで、タジキスタンとの国境紛争ということでね、旧ソ連の中にもね、私自身が例えばアルメニアとアゼルバイジャン、ナゴルノカラバフ問題もあり、まあとね、両方の国を訪れましたけど、やっぱり両国の間でやっぱりしこりがあってね、まあ、非常に大変なものがあるなって実感したんだけど、そこでまあ旧中央アジアの国々の中でもキルギスとタジキスタンの国境紛争ってのは、これはやっぱり隣国同士ってのはやっぱり基本的に仲良くないっていうのは世界回ってみて思うところなんだけど、それってロシアに介入ということで、ロシアは強国ですから、ロシアに介入してもらってなんとか紛争を解決しようというのがあるのかなって感じがします。これは例えばアルメニアとアゼルバイジャン、アゼルバイジャンイスラムの国としてトルコに助けを求めて、そしてアルメニアはロシア、この時ナゴロノカラバフ問題に関してはアルメニアは、やはりね、まあ、ロシアが全面に助けてくれると思ったんだけど、まあ、ウクライナ、に侵攻する前だったので、トルコを敵に回したくないとあった。トルコというのはイスラムの教徒、イスラム教の盟主ですからね、そういったところもあってトルコにはかなり配慮していたのもあるんです。ということで、まあ、国際情勢、国際問題、まあ、非常に難しい問題があるんだけど、この中でロシアということで、じゃあ全ての国が、旧ソ連の国々の中で反ロかってそうでもなくて、中央アジアの国々の中には、ロシアに対して親ロ派もあるわけだってね、バルト三国、モルドバ、そしてウクライナに関して、今ね、もしくはその辺りに関してはやっぱりかなりの反動の感情を持っているのは、やっぱり自分自身が実際訪れ聞き取りをしてね、中で分かったことかなって感じがします。ただベラルーシに関しては親ロ派ということで、まあ、ロシアに対しての、まあ、印象はね、まあ、いいなっていうのをね、実感しました。ということでまたね、旧ソ構成国ウクライナを含めて再訪しますロシアのね、その中で現地よりまた伝えていければと思ってます。まあ、未アップの、ね、動画もありますので、出していければと思ってますので、まあ、今後もねこのいわゆる、旧ソ連ロシア情勢なども含めてね、解説していければと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。